打っては42本塁打でホームランキングを独走投げてもすでに2年連続2桁の10勝を挙げハイレベルなリアル二刀流を実現している大谷翔平今期はほぼ全試合に出場しフル稼働を続けているが果たして大丈夫なのだろうか適当でありながら翔平に対してリスペクトを持っているという名将ベーカー監督に大谷翔平と休養の勧め についいて聞いたメジャーリーグの多くの監督が選手とのコミュニケーションの重要性について語っている。監督歴26年で昨年のワールドシリーズを制覇したアストロズの名将ベーカー監督はまず最初に愛情を持って公平に接することを挙げる。数字や結果だけで判断するのではなく彼らが生身の人間であることを理解して 一人一人がどうしたら良い成績を収めることができるか、成功できるかを実行する。そのために一人一人の選手について、できるだけ多くのことを知ることが重要、と話す。選手の目を見ればわかる。不安や自信は目に出るんだ。な中のコミュニケーションの取り方も独特だ。監督っていうのは、常にアンテナを張っていないといけないよ。 ラグアウトで選手同士が話している会話も重要なんだ。聞き耳を立てているわけじゃないけれど、聞こえてくるものは仕方ない。調子が悪い、不安がある、選手同士のそういう些細な会話も参考にしている。選手に接するときにはタイミングを見極めることも大切だ。すぐに話しかけるべきか、黙って見守るべきか、肩に腕を回してカジュアルに話すこともあれば、 ちょっとと厳しいことを言うこともある言葉を交わすことだけがコミュニケーションではないいかに選手の考えを理解し必要に応じて手綱を締めたり緩めたりするか言葉がなくても選手の目を見ればわかる不安や自信は目に出るんだ名将といわれる監督はコミュニケーション力だけではなく洞察力人心掌握術に長けている大谷への休養の勧め 昨年のオールスターでベーカー監督がア・リーグの指揮を執ったこともあり、大谷翔平はアストロズ戦では打席に入る際にベーカー監督に挨拶をするのが恒例になっている。野球に敬意を持っている翔平に対して、私は敬意を持っているよ。二刀流で活躍する大谷をこう評価する。ほとんどの投手は打者の考えを読めないし、多くの打者は投手の考えをなかなか読むことができない。 だから、相手を読もう、と頭を使いすぎて疲弊する。でも、優秀な投手や打者はお互いを読むことができる。つまり二刀流の大谷は投打で自然と相手を読むことができる。それも彼の強みだろう。大谷のフィジカルの強さも指摘する。普通、投手は先発後の2、3日は体に張りが出る。でも大谷は先発して7回、8回まで投げながら、 打者とししてても出場しているきちんと休んでいるのか、練習する時間はあるのか、追い込むタイミングはあるのか、その辺がとても気になる。最新、ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺裕太、ラグビー日本代表、野球、MLB、メジャーリーグプレスバックナンバー、明らかに休みが必要だ。 メジャー名将がホームランキング独走の大谷翔平に休養の勧め最低でも10試合は及川綾子テキストバイ綾子及川フォトグラフバイ七重鈴木ツイートシェアコピー野球に敬意を持っている翔平に対して私は敬意を持っているよ二刀流で活躍する大谷を高評価するほとんどの投手は打者の考えを読めないし 多くの打者は投手の考えをなかなか読むことができない。だから、相手を読もう、と頭を使いすぎて疲弊する。でも、優秀な投手や打者はお互いを読むことができる。つまり二刀流の大谷は投打で自然と相手を読むことができる。それも彼の強みだろう。アドバタイズメント、アドスバイ、大谷のフィジカルの強さも指摘する。普通、投手は先発後の二 3日は体に張りが出る。でも大谷は先発して7回、8回まで投げながら、打者としても出場している。きちんと休んでいるのか、練習する時間はあるのか、追い込むタイミングはあるのか、その辺がとても気になる。ここまで投手として22試合に登板し、チームトップの10勝を挙げている大谷、8月16日現在、久7恵鈴木。明らかに休みが必要だ。 プレイオフに行きたいなら、データ班から大谷について興味深いデータを教えられたと話す。アドバタイズメント、私は気づかなかったが、大谷は先発登板したとき、エネルギーをセーブするために盗塁数がとても少ない。とても賢いと思う、大谷に疲れがあることは他チームのデータ班、首脳陣は把握している。大谷は7月下旬の遠征で相次いで痙攣を起こし、 その後途中交交代や交番が重なった。明らかに休みが必要だ。プレーオフに行きたいなら休みを取らないと。しかしエンゼルスはけが人も多く、台所事情は厳しい。大谷を休ませる余裕はないのかもしれない。プレーオフを目指しているチームにとっては、白票を踏むような試合が続くので、大谷の欠場は厳しい判断になるだろう。だが、監督が、 あれこれこ小手先のことをしてもプレーオフにはいけないしプレーオフでどう戦うかも視野に入れて采配しないといけないと指摘する最低でも10試合の休養をベーカー監督は選手の休養日について持論があるルーキー選手としてブレーブスに入団した際先輩のハンク・アーロンに年間150試合プレーするようにしなさいと言われたんだ オフの日以外に10から12試合は休んだ方がいいと言われた。選手時代の経験を監督として十分に生かしている。毎日プレーするのは大変だ。心身ともに疲弊する。体力面はもちろんだが、精神的に疲れている時にプレーしても効果はない。各選手の休養日は前もって決めているが、調子が悪い選手。 気持ちが乗っていない選手は臨機応変に休養させることもある。不調が怪我を誘発することもあるからね。有料会員、最新、ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、ネイマール、渡辺雄太、ラグビー日本代表、野球、MLB、メジャーリーグプレスバックナンバー、明らかに休みが必要だ。 メジャー名称がホームランキング独走の大谷翔平に、休養の勧め、最低でも10試合は、及川綾子、テキスト by 綾子及川、フォトグラフ by 七重鈴木、ツイート、シェア、コピー、ルーキー選手としてブレーブスに入団した際、先輩のハンク・アーロンに、年間150試合、プレーするようにしなさい、と言われたんだ。 オフの日以外に10から12試合は休んだ方がいいと言われた。選手時代の経験を監督として十分に活かしている。毎日プレーするのは大変だ。心身ともに疲弊する。体力面はもちろんだが、精神的に疲れている時にプレーしても効果はない。各選手の休養日は前もって決めているが、調子が悪い選手。 気持ちが乗っていない選手は臨機応変に休養させることもある。不調が怪我を誘発することもあるからね。アドバタイズメント、アドスバイ、強制的に休養日を設けられることをネガティブに捉える選手もいる。自分はチームに必要とされていないんじゃないか。疲れていないのになぜ休まないといけないのか。アドバタイズメント、昨日、打てなかったから。 エラーしたから休まされるのか。なぜ休養が必要なのか。ベーカー監督はそのような選手とも膝を突き合わせて会話をする。なぜ休養が必要なのか。プレーオフに進んだ時に戦力として活躍してほしい。逆に翌日が休養日だった選手がエラーをした場合は休養日をずらすこともある。エラーをしたという理由でベンチに座らせたりしないよ。 ときちんと説明するし、もしエラーをした選手がいたら休みの予定でもラインナップに入れることもある。落馬したら、すぐに馬に乗れ、っていうことわざもあるように、感覚や気持ちを早く取り戻してほしいからね。選手にはフェア、公平、に接する、というのは父親から教わったことでもある。経験のある監督はそのあたりのさじ加減がうまいと思う。ヤンキースのブーン監督、 ドジャースのロバーツ監督はよく選手を見ている。経験の差が判断の差につながると信じている。9月の投球数と打撃の因果関係は、2021年158試合、2022年157試合、この数字は大谷の試合出場数を示して、メジャーリーグは年間162試合を戦うが、 大谷がほぼ休みなく試合に出続けていることは明白だ。今期8月16日時点、もうすでに119試合に出場しているが、これはメジャー5位タイの記録になる120試合の1位タイが4人。ベーカー監督が言うような10試合前後の休養日は、過去3年間大谷にはないようだ。もちろん162試合出場している選手もいるし、 疲労などは個人差があるので絶対に休まなければならないわけでもない。だが、過去2年のデータを見ると気になる点がある。過去2年、大谷は8月下旬から100球を超える投球をする試合が多い。特に2022年は最後7試合の当番後試合で100球以上投げている。ダブルヘッダーでけいにより途中交代も、一方、投球数に反比例して、 過去2年間の9月の本塁打数は他の月と比べると減少し、各3、4本にとどまっている。2021年は9月に敬遠が増えた影響、9つも少なからずあるかもしれないが、登板による負担で疲労が蓄積した可能性も増えきれない。今期はすでに8試合で100球を超える投球をしているほか、7月27日、現地時間。 のタイガース戦では111球の完封後にダブルヘッダーの第2試合に出場し、けいで途中交代をしている。体への負担はかなりのものだろう。プレーオフ進出を目指すチームにとって大谷は欠かせないが、ただベーカー監督の不調が怪我を誘発することもあるという言葉もとても気になる。残り40試合強し、GM や首脳陣がどのような判断をし、 大谷をどう起用していくのか注視していきたい。記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。